今洗い物してるんですけど、気づいたらココちゃんがいなくて、おかしい、ここにもどこに行ったんやと思ったらですね、ここが怪しいなと思ってから、ほらココちゃんこんなところで日向ぼっこしてた。このいつもこのふわふわをね敷くんですけど、敷く前に来ちゃいましたね。じゃあ暑くない？このカーテンをこう閉めたまんまやったら、直射日光とこの厚手のカーテンでここがすごい気温上がっちゃうので、日向ぼっこの時は多少開けてあげたいんですけど、これをずっと開けっぱなしにしとくとね、光がこう部屋に入ってすごい暑くなっちゃうので、まあ調整しながらよいしょよっこいしょ、こんな感じでココちゃんは日向ぼっこできるけど、こっちからは影になるように、まあ、調整しながら、まあ、日向ぼっこしてもらいます。すごいハーハーしてる。ココちゃん暑いやろ、暑かったね、まあ、ぼっかぼかやもん、ほら暑い。ココちゃん日向ぼっこできましたか？ココちゃん、どこ行くの？いつものひんやりスペースか、扇風機スペースか、どっち行くの？何？あら。ちょっとママ、あれだから、洗い物の途中だから行くよ。洗い物せなあかんから。氷、あれ、洗い物します。結局こうなりました。やっぱりね、緊急でキンキンに冷やしたいときはこれが最強なんですよね。ねえココちゃん、母止まった？ちょっとまだ暑い？母止まったね。止まってへんかった。しばらく涼んでください。